皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回はこちらの新作ホラーゲーム、フォーガットンテープスをプレイさせていただきたいと思います。あ、これはあかんやつだ。内容としては、恐ろしい何かが徘徊する迷路のように入り組んだ建物からの脱出を目指すホラーゲームだそうです。俗に言う脱出系ホラーですね。それでは早速やっていきましょうか。嫌だな、すごく怖そう。レッツプレイ。ということで始まったみたいです。あ、ピクセルタイプのホラーゲームなのね。みたいだね。ピクセル系のホラーゲームって独特な怖さがあるよね。変わった種類の壁だな。教卓みたいなのがいくつも置かれてる。もしやこの建物は学校？どうなんでしょ。お、このゲームフラッシュライト使えるのか。ホラゲーの必需品きた。最近はフラッシュライトのないホラーゲームがぼちぼち増えてきてますからね。あるとないとじゃ安心感が段違いです。なんだ、下に進むのか。この下に出口あるのかしら。うん、学校ではなさそうだね。ここ明かりが見えるよ。誰かいるのかな。またヒントみたいなのが。ふむふむ、マウスのスクロールボタンで視点を変えられるのか。おお、この女性が主人公ですか。スタイル抜群ですな。ホルスターみたいなのつけてたけど主人公は警察の人なのかな。道が二手に分かれてますな。こっちは行き止まり。下に行けそうだけど。深いのかな？覗いてみよう。真っ暗だよ。落ちたら死んじゃうかな？やめておいた方が。物は試しだ。あ。一応生きてはいるわね。穴が塞がってる。むむ、この場所見覚えあるような。ゲームがスタートした場所じゃないですか、ここ。本当だ。あの穴に落ちると開始地点に戻されるのね。なるほど。右側の通路が正解だったようね。そうだね。またさっきの場所まで戻らないとだ。変わった建物だな。何のために作られたのかしら。そもそも主人公はここで何をしているんだろうね。自ら進んでこの場所に来たのか、もしくは連れてこられたのか、どっちだろう。新エリア来た。進めば進むほど謎が深まりますな。こっちは行き止まりか。この先進めそうだよ。なんだ？何今の？ああ、シャッターが降りて戻れなくなってる。後戻りはできないと。先に進む他道はないってわけね。気をつけてね。今誰か電子レンジ使った？時折チンって音がするわね。絶対電子レンジのチンする音録音して使ってるでしょ、このゲーム。なわけあるか。また先に進めそうな道見つけた。道というより通路？うわぁ、狭いなぁ。暗いし狭い。こういう場所で敵に遭遇したら終わるね。フラグ立てるのやめなさいよ。行けるところ多いなぁ。あ、行き止まりだ。反対側はどうなってるんだろ。え、何か来たぁ。なんだこいつ。おたけびを上げながら迫ってきたよー。怖い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 。来ないでー。いやぁ。生々しすぎる。何だったんだ今の。人型の何かが猛スピードで迫ってきたわね。そう、また初めからか。あんな狭い通路で襲ってくるのは反則だよ。あの狭さで向きを変えて逃げるのかなり難しいな。一応逃げるとき視点変える機能使ってはみたんだけど、真っ暗で何も見えんかったわ。敵さんの走る速度めちゃくちゃ速かったね。このゲームって敵に見つかったら助かる術ないのかな。巻くのは難しそうだしね。どこかに隠れられる場所でもあるのかな。ホラーゲームで隠れる場所と言ったら定番なのはロッカーよね。ロッカーか、道中見かけなかったけど。もう少し周辺を調べる必要がありそうですね。あの狭い通路の先がすごい気になる。あの先に出口あるのかな。ありそうだよね。そろそろ敵に注意しないと。じい。今のところ敵の姿は見えませんね。扉の開閉音が聞こえたね。うん。先に進みます。出たー。どないしよどないしよ。とにかく遠くまで逃げてー。ここら辺に隠れられる場所ないのか。音が怖いよ。あれれ、追ってきてないぞ。もしかして巻いたの？すぐ真後ろまで迫ってきてたと思うんだけど、いないわね。どこかに引っかかってるのかしら。おらんね。もしかして一定距離逃げれば負けるシステムなのかな。
ようわからんけど助かってよかった。まだ油断はできないわよ。これでやっと先に進めそうだ。早く脱出したいよ。こっちか。これまた雰囲気が変わりましたね。右の通路はまだ先があると。左通路は。なんだろあれ。出口？王子堂で開いた。なんだロッカーか。ここに来てようやく身を隠すためのロッカー出てきたわね。ってことはこの先またあの気味の悪い人型の何かに追われることになるのね。万一襲われたらここまで戻ってこいと。見た感じこの辺すっごく入り組んでるから絶対迷う。うめき声気味悪いな。怖いよ。なんだこの赤い線。ここを通過したら何か起こるのかな？どれどれ。あー、アラームが作動したー。あ、これ自分の居場所が敵にバレるトラップだったのね。もうおしまいだー。あ、ロッカーまで間に合わんかった。せっかく新エリア来れたのに、あのトラップには要注意だね。また初めから。よし、なんとかここまで戻ってこれた。また奴をまかないといけないのね。さっきみたいにうまくいくかな。あの人今ジャンプしてなかった？何かいいことでもあったのかな。機嫌がいいのなら今回はそのまま見逃してくれるかな？かもしれませんな。そんなわけなかったわ。よし、なんとかやられずに先ほど隠れた場所までたどり着けた。心臓に悪すぎるよ。今回もどこかに消えた？うん、いなくなってる。オッケー、それじゃあ先ほどの迷路に戻りましょうか。今奴が左の通路に入っていくのが見えた。本当だ、左側からうめき声が聞こえる。なんとか第一関門突破ね。おかしいな、この先からも声がするぞ。ってあんた双子だったのかい。やんべえぞこいつは。あれれ、そのまま戻っていったよ。もしかしてここ通れないのかな。にしても敵が2体もいるとは。さっき警報を聞きつけて襲ってきた敵は通路の敵とは別のやつだったのね。だから警報鳴ってからすぐに駆けつけてこれたのね。結構難しいかもしれんこのゲーム。すごい辛そうな声出すわねー。うんちでなくて力んでる声だよ。うわぁ、見つかっちゃったー。うんちでないからって人に八つ当たりするのやめろー。今回はギリロッカーに隠れられたね。危なかったー。あれ、もうどこかに行ったの？なら探索再開だ。気をつけてね、まだ近くをうろついてるかも。なんじゃこのステージ、完全に迷路じゃん。脱出できる気がしないよ。お、何か落ちてるぞ。霊夢これ鍵だよ。出口の鍵？出口の鍵なのか？ここシャッターが降りてるね、怪しい。どうやってこのシャッター上げるんだろう。声が近い。行き止まりか。いつか敵と鉢合わせしそうで怖いよ。この鍵どこで使えるんだ？あー。変な運気やろう、いいところまで進んでたのに。やっとここまで戻ってこれた、今回こそはクリアしたる。ご苦労様です。さっきの鍵は回収した？いや、今探してるところよ。曲がり角要注意だよ。さっきのはびっくりしたよね。うん、心臓がビクってなった。あったあった。この鍵どこで使うんだろうねほんと。探しに行きましょう。今回はさっきより静かだね。うんち出たのかな？うんちは関係ないと思います。あ、聞こえてきた。近いのかな？すんごい叫び声。目に粉末の唐辛子でも入ったのかな？ああ、それならあの叫び声も納得だわ。扉だ。鍵はここで使うためのものだったのか。この緑色に光ってるスイッチみたいなのは何？押したらライト消えたわ。あ、もしかしてこのスイッチで鍵の横にあったシャッター開いたんぜ？確認してみよう。罠踏まないでよ。はいはい。どっちだったっけな。おお、やっぱり開いてる。来た来た来た、これ間違いなく出口だよね。うんうん。ようやく脱出だー。この気味の悪い場所ともおさらばね。やったぜ。どういうこと？右上に巻き戻しって表示されてるけど。あ、そういえばこのゲームのタイトル直訳すると忘れられたテープだったわね。我々はそのテープを見ていたってことなのかな。なんとも気味の悪い終わり方ですね。はい、ということで無事クリアできましたので本日の動画はこれにて終了です。
最後表示されてた巻き戻しってのが引っかかるな。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。